ぶしい。準備 now。 誰か助けて。ハロー。おはよう。頑張ろう。準備 now。 ハロー。秋ですね。秋だね。はい。秋といえば、はい、食欲の秋ですね。そうだね、うん、ちょっと甘いもの食べたいですね。食べたいね、うん、で甘いものなんだけど、甘くて刺激のあるもの食べたいんですけど、うん、なんかね思いつかないっすよ、うん、甘くて美味しい甘くて美味しいっていうのはね、 なんか食べたいんですよ、うん、なんかないっすかね。ありますよ。え、あるの。ありますよ。こちらでわさびシュークリームチュッ。わさびシュークリームですか、はい、この間やったじゃないですか、ロシアンルーレット。そうですね、うん、やっぱりせっかく刺激があるもので食べるんだったら、はい、なんか男気ある食べ方しようと思ってやろうと思うんですけど、はいはい、男気ある食べ方をしたい、はい、何。以前はロシアンルーレットでやったんですけども、今回はこの2つを用意したんです、はい、この中に、はい、わさびをお互い入れて、はい、あのやっぱ男気ある人は無表情で辛くないほど食べれるじゃないですか。もう絶対的に無表情で、もう絶対的に。で、はい、実は、はい、わさびシュークリームリクエストいただいてたんですよ。あ、なるほど、はいはい、読み上げますね、はい、でどなたからのリクエスト。読み上げますね、はい、仲良しリンリンピーパーさんからのリクエストでございます、うん、あ、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、はい、どちらがわさびシュークリーム食べてるのか言うのしてほしいということですね、うん、どっちが食べてるか分かんないやつをやってほしいと、はい、あ、だから今から見せるのが、うん、お互い入ってるかもしれない。あ、両方入ってるかもしれないし、もしかしたら両方入ってないかもしれないし、それか片方だけかもしれな ないし、どっちかが分かんない。あ、だから今から視聴者さんの方にちょっとクイズっていう形で、あ、はいはい、あの男気チャレンジを見せたいと思うんですけども、コメント欄の方にですね、はい、質問だキング社長だってのを書いてほしいですね。ああ、なるほど。わさびが入ってる人はどっちかを当ててください。ってことはじゃあこれ動画2本になるってことですか。問題編回答編になるわけですか。そうしますか。あら、あ、問題編回答編みたいな。じゃあ問題編回答編でいきましょう。はい、ではやってみよう。もうやってみよう。さてこれがですね、この美味しいシュークリームね。シュークリームですよ。食べましょう。それではわさびこんなに入れてますから、丸ごと1本ですからね。救急車が通ってる。やだ大丈夫かな、はい、でどっちが食べてるかを皆さん当ててください。でコメント欄の方に書いてください。そうですね、はい、正解はどちらか。正解はどちらか、はい、そしてコメントが1個も来ない。グギグギっていうのもありですね。はい、はい、ではいただきます、はい、乾杯、はい、じゃあでもさ、コメント来なかったらどうする。書き込みますか。違いますか。ダメですよ。私たち授業はしません、はい、ね、どっちが食べてるか皆さん当ててください。はい、あの心の中で当ててもらってもいいですよ。では、はい、いただきます。うん、うん、美味しい。クリームにたどり着きましたよ。クリームたどり着いたよ。はい、ここまでにしましょうか。はい、さあ皆さん、はい、どちらがわさび入りのシュークリームを食べていたでしょうか。これをね、あのね、
分かった方はですね、ぜひコメント欄書いていただくとか、はい、していただくと我々喜びます、はい、でコメント欄書くの恥ずかしいなと思う人は、この上ぐらいにでなんかさアンケートでも入れておきましょうか、それでもいいし、あと心の中で実マンだ、キングさんちゃんだ言ってくれても構いませんので、はい、ぜひあの次のね動画の方で回答をやるんで、それまでちょっとお楽しみにしてください。はい、はい、といったところで、この動画が面白いと思ってくれたらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。そしてシュークリーム最後の後おったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おやおかしいな、おかしいな。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。次の動画が回答編です。回答編、見てね。キング社長でした。シュークリームでした。バイバイ。ナイスさ、いつもチュンビナオチャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。コメントもしてね、通知もしてね。チャンネル登録準備ナオ。